皆様ごきげんよう、ゆりっぴです。はい、ということで今回は抽選で1万円分お買い物しましたので、こちらを開封していきたいと思います。それではスタート。はい、ということで今回は9点で1万円分商品を購入していきました。もうストレスが多い現代社会を生きる我々にはお買い物は必需品ということで、もうお買い物をね1万円分パリンとやっちゃいました。ということで早速ね、もうここにあるようにそちらを一つ一つ開封していきたいと思います。早速1品目から紹介していきます。こちらでもうね開封しちゃってるんです。そう、一番結構早めに届いて開封しちゃってるので、商品のどんな感じだったよっていうのをちょっとお伝えしていこうと思います。で、ね、はい、こちらのダルバのミストセラムを購入しました。2000円ぐらいかな。 これさ、これでダルバってさ読むんだよ。これね、こんな感じのミストセラムなんですけど、すっごい評判が良くて、韓国のヘアメイクさんとかが使っていて、なんか水光肌になるっていうふうに聞いてたので、マジかと思って買ってみたんだけど、実際今使っていて、まずね、夏だからこのミストをやるとめっちゃ気持ちいい。シュッてかけて、あ、気持ちいいみたいな感じで朝ね仕事に行けるんですけど、実際使って乾燥として、乾燥肌なのね。ここら辺とかさ、ポロ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 してきたりするんだけど、シュッてやるとしっとりするんですよ。乾燥対策系ってベタベタしちゃったりするとさ、なんかこうさ、なんかこうちょっとこうなんか気持ち悪いなみたいな感じが私はすごくあるんですけど、もうシュッてかけた瞬間にすぐ吸収して、もう水光肌みたいなそういう感じなのよ。本当にこれ本当にね買ってよかった。夏も乾燥するんだけど、冬とか結構本当に乾燥するから、あのこれからの時期にぴったりなんじゃないかと思います。お化粧する前とかにね使うとね、めちゃくちゃ良いです。肌がちょっとワントーンちょっと綺麗になるって感じ。おすすめです。次、ダダダン、よいしょ。いやー、なんかさ、こう YouTuber あるあるかもしれないんですけど、うち1年めっちゃ段ボール来るのよ。なんか YouTuber あるあると、あと何でも Amazon で買い物をする癖があるの。日用品とか洗剤とか、そういうの何でもかんでも私 Amazon で買ってるから、段ボールの箱がめっちゃある。はい、次です。ででで、んはパフュームディフューザーセットでございます。あのクンダルって、クンダルなのかな、カンダルなのかな、これシャンプー&リンス以前使ってめちゃくちゃ良かったので、匂いとかもすごく良くて、あの結構お気に入りのメーカーなんだけど、そこがディフューザーを出していて、私最近ね、玄関臭くてさ、臭いってそういう臭いじゃないよ、なんか、なんだろう、家の匂いがするの、なんだろう、あれ何なんだろう、木造っていうのが、なんか人の家の匂いがして、なんかすごい嫌だった、なんかね、なんだろうな、なんかね、家の匂いがしたんだよ、そう。で、なんか嫌だなと思って、あのディフューザーを置いたんですよ、とりあえず買ってきたやつ。そしたらすっごいさ、もう、玄関開けた瞬間、もう、なんて素敵なお家なんでしょうみたいな、なんかすごいいい気分になったので、クンダルのやつを買ってみました。アロマディフューザー、ディフューザーですね。買ったのがね、ジャスミンウッディっていうジャスミンの香りを買いました。で、これがちょっとシリーズとしては200円、300円ぐらい高いシリーズのやつで、1500円ぐらいのもありました。でもこれ2個セットでさ、2000円ぐらいだから結構安いよね。え、なんかさ、もうちょっと奮発してさ、サボンとか今度買ってみようかな。はい、この5本のスティックをぶっ刺します。テレビの横とか置いてたらめっちゃおしゃれじゃん、こういうの。はい、こんな感じです。あ、めっちゃいいね。なんかでも香水、ちょっと香水みたいな匂いする。なんかね、ここら辺で香るとね、なんか若干ね、なんて言うんだろう、デパートみたいな匂いする。デパートの化粧品コーナーみたいな匂いするんだけど、多分そんな、多分遠くで嗅いでるとそんな匂いしないと思う。玄関に1個置いてるから、リビングか、リビングとベッドに置きたい。次、これめっちゃあれだね、アマゾンみたいな袋できたね。ネイルセットです。貼るタイプの、貼ってジェルになるタイプのネイルです。で、今までオーホラってやつを買ってたんだけど、今回ね、ガッシングディヴァクルーズっていう、ところのジェルシールを買いました。で、これ何がいいかっていうと、あの、これ見て。これ1000円ぐらいなんだけど、UV ライトがついてきました。っていうのすごくない？
そうで、今まで使っていた UV ライトが私壊れちゃったんですよ。だからなんかジェルのネイルのやつとかも買ってたりしたんだけど使えなくて、なんか一生爪が塗れないみたいな感じでさ、私マニキュアすぐ剥がれちゃうからジェルが良いんだけど、ライト買えばいいんだけどさ、なかなか買う機会がなくて、今回このセットを見つけたので買ってみました。はい、こんな感じのデザインです。見えるかな、ちょっと見づらいね。オホラとかと一緒でこのヤスリとかがついてます。ライトで硬化させるっていう感じのセットでございます。イエイエイ。続いてがラストの商品でございます。ダダーン。はい、こちらはね、正直ね、別の動画で詳しく中身を紹介しようと思っているんですけど、ちょっとね、ちょっとだけ紹介しちゃうわよ。こちら、なんと、アピュの福袋でございます。で、これね、詳しくね、福袋なので、中身は次の動画で紹介していきたいんですけど、めっちゃ入ってる。めっちゃ入ってる。やばいって感じの。見てください。こんないっぱい入ってる。これはね、また次回の動画で詳しく紹介していくので、楽しみに待っててねっていうことで、4点購入をしていったわけなんですけど、いやー、運転を見てると一生楽しめる。最近本当に家具を集めたい欲求がすごくて、韓国家具っていう風に調べてもう一生見てるんですけど、またね9点でお買い物しようと思うので、よかったら、ね、そちらの次回の動画も待っていただければと思います。ということで、皆さんご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてもっと見たいなと思ったらチャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。Thank you.